モスタルの橋ヘルツェゴビナ・ネレトバ県、あるいはヘルツェゴビナ・ネレトバ関東は、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国のエンティティである、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦を構成する県。県とはモスタル。領域の多くは、ヘルツェゴビナ地方西部、ネレトバ川渓谷にある。ヘルツェゴビナ・ネレトバ県には旧の基礎自治体が設置されている。ヘルゴビナ・ネレトバ県は、ボスニア・ヘルゴビナで、 唯一の海岸がある。海岸部には、ネウムの町があり、およそ2000人が暮らしている。ネウム周辺は、かつてのイリュリア人が残した豊富な古代遺跡が見られる。イリュリア人はこの地方に数千年前に暮らしていた、民族である。ヘルツェゴビナ・ネレトバ県で最大の都市は、モスタルで、モスタルは、ボスニア・ヘルツェゴビナ全体でも5番目に大きい。モスタルはその古い橋と、 橋の近くに広がる歴史地区でよく知られている。橋はボスニア・ヘルツェゴビナ紛争で破壊され2004年の夏に再建された。開通式にはクロアチア大統領スティーパン・メシッチを含む外国からの来賓が訪れた。かつて内戦時に橋を破壊したのはクロアチア人の武装勢力であったと言われている。モスタルは内戦終結後もずっと ネレトバ川に架かる、この橋を挟んで、クロアチア人とボシュニャク人によって、分断状態が続いている。この他の、主な町には、チャプリナ、コニツ、ヤブラニツァ、メジゴリエなどがある。メジゴリエは、聖母マリアが出現したと言われている町である。ヤブラニツァ、コニツァは、第二次世界大戦の戦場として知られており、ヤブラニツァには、その戦闘を記録した。 博物館が置かれている。ネレトバ川は、コニツ、ヤブラニツァ、モスタル、チャプリナなどの町を流れ、その後クロアチアを経て、アドリア海へ注いでいる。県内には、ヤブラニツァ湖という湖がある。コニツヘルツェゴビナネレトバ県は、クロアチア人とボッシュニャク人が混在しており、両者によって分断されている。クロアチア人は、チャプリナ、チトルク、ネウム、プロゾルラマ、ラブノ、 ストラツにおいて多数派を形成している。他方、ボシュニャク人は、ヤブラニッツァ、古日で多数派となっている。県中央のモスタルでは、両者の比率はきっ抗している。2003年における県の人口は219,223人で、あり、その内訳は次の通りである。ありがとうございます。